題のニュースに鋭く切り込むゆっくりずんだもんニュースです。朗報、推しの子アニメ化。面白漫画推しの子のアニメ化が決定いたしました。週刊ヤングジャンプで連載中の赤坂赤原作、横槍面も作画の漫画推しの子のアニメ化が決定。赤坂赤先生はかぐや様は告らせたい。横槍面吾先生はクズの本会で有名ね。推しの子は産婦人科医の主人公が推しのアイドルの子供に生まれ変わる転生ものです。基本ギャグテイストですが、サスペンスやミステリー要素、芸能界の闇へ切り込む描写も魅力的です。私は全巻コンプしてるんですけど。聞いてないが。監督を平巻大輔、シリーズ構成を田中仁、キャラクターデザインを平山神田、アニメーション制作を動画工房が手掛けます。この人たちは誰なの？監督の平巻大輔さんは私に天使が舞い降りたや恋するアステロイドを過去に監督しているな。ごめん、どっちも知らんかった。だが聞いて驚くな。シリーズ構成の田中仁さんは過去にキラキラプリキュアアラモードやゆるキャンでもシリーズ構成を担当しているんだ。プリキュアは見てないけど、ゆるキャンは大好きだわ。キャラクターデザインの平山環奈さんは、彼女、オカリシマスのキャラデザで有名だな。少年マガジンで連載中のラブコメですな。じゃあ動画工房は？直近だと可愛いだけじゃない式守さんや、ちいかわのアニメを制作しているな。これはアニメか、期待大ですな。どうやら原作の赤坂赤先生は、すでにアニメの打ち合わせに参加しているようです。原作漫画は累計発行部数が300万部を突破し、次に来る漫画大賞2021では1位を獲得しています。私は原作全巻コンプしてるんですけど。さっき聞いた。それではネット上の反応です。推しの子がアニメ化するのか、こんなに嬉しいことはない。とんでもないリツイート数叩き出してる模様。アニメより実写の方がええと思うんやけどな。アニメ前からめっちゃ売れとるし普通に跳ねるやろ。眠所が可愛かったらそれでいい。間違いなく推しの子は大ヒットしまくる。パリキ孔明が今期派遣になると放送前から予想してたわいを信じろ。ネクストスパファミ、アクタージュもアニメ化の話来てたんだろうな。アクタージュ関係ないでしょ。どっちも芸能界ものだし比較されやすいんだろうな。それでは本日の